ポーランドに組み込まれたドイツ東部から強制送還されたドイツ人の子供たち第二次世界大戦後におけるドイツ人追放は第二次世界大戦末期及びその後にナチスドイツの領土及び占領地に以前から居住もしくは移住したドイツ人がソビエト連邦及び東欧中央の半数軸国政府によって国外追放された一連の出来事を指す 第二次世界大戦後のポーランド、チェコスロバキアなどの東欧国家や、それらに併合された旧ドイツ東部領土からのドイツ人の移住計画は、大戦中から連合国間で協議され、ドイツ人の支配が終焉した地域から徐々に開始されていた。この措置は、ポツダム海岸によって承認され、秩序ある人道的な方法で行われることとされた。 実際は1943年から1945年にかけてソビート連邦軍の進撃から逃れるために国境近くに居住する多くのドイツ人が西方へ自主的に避難を開始していた。戦後ドイツは国土の25%がポーランドとソ連へ割譲されたが追放されたドイツ人に大使食料などを提供することはソ連やポーランド当局によって禁止された。 その上、戦後の混乱によって発生した飢餓、病気、民兵による乱暴、復讐を目的とした殺人によって多くの人々が命を落とした。冬の寒さがそれに追い打ちをかけた。この時の犠牲者数は50万人から200万人と推定されている。死因の内訳は未だ不明である。連合国が1990年代公開した。 資料によるとこれらの領域から追放もしくは自発的に移住したドイツ系の住民の総数は1650万人に及び戦後の民族移動としては最大のものである。また他に数百万人のポーランド人やウクライナ人も戦後にソ連に併合された旧ポーランド領からの移住を強制された。これらはすべて西側連合国とソ連の合意のもとに行われた。 追放されたドイツ人の多くは戦後ポーランド領に併合された旧ドイツ領の住民、チェコスロバキア、ハンガリー、ユーゴスラビアに数十世代にわたって少数民族としてこれらの国家建設に寄与してきた人々であった。またドイツ人は旧ソ連に併合された東プロイセンの一部やリトアニアその他の東ヨーロッパ諸国からも追放された。 これらの東ヨーロッパ諸国もまた戦後に国境線を移動させられたが、ポーランドのように自国政府の意向を無視して強制的に大きく国土を移されたケースもあった。戦争末期から東部国境地帯に居住する多くのドイツ人は、進撃してくるソ連赤軍に対する恐怖心から避難を開始していた。逃げ遅れた者の中には戦争中に犯した。 非道行為によって処罰された者もいたが、ほとんどはドイツ人であるがゆえに迫害された。第二次世界大戦の勃発原因の一つであった、ナチスドイツによるチェコスロバキアに対するズデーテン地方、要求やポーランドに対するポーランド回路を要求は、その地域に民族ドイツ人が多く存在していることが根拠とされていた。ミュンヘン会談後、 チェコスロバキアはドイツによって事実上併合されたが、ドイツ人はチェコ人を列島民族として扱い、国内や国外のチェコスロバキア独立組織はドイツ人に対する反感を強めていった。ロンドンのチェコスロバキア亡命政府大統領であったエドバルド・ベネシュは1940年1月にイギリス政府に提出した覚書の中で多くの場合、住民の移動をお呼びできるだけ。 民族的に同質な地域を創出しなければならないと、住民移動の可能性を述べる一方で、チェコスロバキア国内にドイツ人マイノリティは残るとして、国外移住には触れていなかった。しかし、チェコ国内に残留した解放組織では、ドイツ人追放を求める声が高まり、1940年の段階で、ほぼ方針を固まっていた。しかし10月になるとベネシュは、 ズデーテンドイツ社会民主党亡命組織との会談で100万人のナチスをドイツ国内に追放する必要があると述べ、チェコ国内のドイツ人を集中的に住居させる一方でナチスの協力者であるドイツ人については追放するべきであるという主張を固めつつあった。ズデーテンドイツ社会民主党などはドイツ人追放について反対し続けたが連合国に 大きな影響を与えることはできなかった。ベネシュは1942年1月号の法輪アフェアーズにマイノリティ問題の解決策として大規模な住民交換を行う必要であるとした論文を発表し大きな反響をもたらした。ナチスの占領地域における蛮行が連合国に伝えられるとイギリス政府内でもナチスと他のドイツ人を分けて考えるべきではないという バンシュタート主義が台頭していった。また独ソ戦開始以降、ソビエト連邦のヨシフ・スターリンは、ドイツの領土を割上して、戦後のポーランドに与えることで、ソ連が占領したポーランド東部領土に変えようとしていた。1942年1月31日に、ポーランド亡命政府の大統領部はディスワフ、シコルスキと会談した、イギリスのウィンストン・チャーチル首相は、 住民がひどく混住していて解きほぐすことが不可能な領域においては再移住の方法が採用されるだろうと戦後における住民交換の可能性を認めた。8月25日にはミュンヘン協定の無効が宣言され、ズ・デーテンにおけるドイツ人問題が連合国における協議の争点となった。1943年5月12日にベネシュは アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領と会談し、ドイツ人移住によって、ドイツ人人口を減らすという方針について、ルーズベルトの同意を得たと記述している。ただし、アメリカ国内では、ポーランド領となる東プロイセンについては、住民移動を認める方針を固めつつあったものの、その他の地域については意見は分かれていた。ベネシュはチェコスロバキアからの300万人の ドイツ人移住に対する米、英、ソ三大国の許可を得たと不意調したが、イギリス外相、アンソニー・イーデンは中南欧からのドイツ人移住について一般的原則を述べたのみであり、ズデーテンドイツ人追放に同意を与えたことはないと言明した。ドイツ降伏が間近になった1945年、チェコスロバキアでは亡命政府が帰還したが、 影響力を十分に行使できない状態となった。国内は無法状態に陥り、統制されない暴力や殺戮強制労働などが頻発し、野蛮な追放と呼ばれる統制されない追放も相次いだ。一方で、チェコスロバキア政府は、同年2月頃から、ドイツ系住民の資産凍結や、市民権停止など、一連の迫害的な政治命令を行っている。また、 ポーランドやハンガリーからもドイツ人の追放が相次いで行われていた。この状況を収集するため、7月に開催されたポツダム会談ではこれらの国からのドイツ人追放を認める一方で、ドイツの占領を統括する連合国管理理事会がドイツからの避難民を受け入れる条件作りを行うまで追放を停止するよう呼びかけることが合意された。 チェコスロバキアはこの政策を承認し、1946年から本格的な移送を開始した。ドイツ人住民の秩序ある移送、これら参加国の政府は諸般の情勢に鑑み、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーに残留するドイツ人住民やその社会集団のドイツへの移送が行われねばならないことを認識する。これら政府は、 すべての移送措置が秩序ある人道的な方法で行われるべきことに合意する。連合国管理理事会は占領されたドイツの各州がどの程度受け入れ可能であるかを調査する。ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーの各政府はこの調査が終了するまでドイツ人の追放を中断しなければならない。以下に示すような様々な理由が挙げられている。 1945年までドイツ語が優勢だった地域1240万人の民族ドイツ人が移住を強制された。移住途上で命を落とした人々の数については見解が分かれている。ドイツ連邦統計局の1958年の発表では210万人以上の民族ドイツ人が強制移住によって死亡したとされる。1965年に発表された統計でも この210万人という死亡者数が確認されている。ゲルハルト・ライヒリンクの調査では202万人の民族、ドイツ人がソ連によって強制移住され奴隷労働に従事した結果、死亡したとしている。流離がオーバーマンスは110万人が死亡したとしている。しかしこの数字とこの数字を得るための方法については、フリッツ・ペーター・ハーベルやアルフレッド・デ・ザヤスから、 意味が唱えられている。ハーベルやデザイアスは死亡者数は200万人を超えると主張している。チェコやポーランドの歴史家はより低い数字を挙げている。これは前線で戦闘中に死亡した兵士の数が除外されたためとされている。ソ連当局の命令による死の更新と戦後の混乱状況で発生した山賊行為、木が伝染病によって多数の人々が亡くなった。 また、強制移住措置を待つ人々を待機させるための強制収容所での過酷な環境で死亡した者も,も多い。ポーランドでは1960年までにドイツ人のほとんどは去り、国外追放前に20万人のポーランドのドイツ人は共産主義の収容所で強制労働を強いられた。ドイツ連邦公文書館は1974年に ポーランド強制労働収容所でのドイツ人死亡率は250%、6万人以上が死去と推定している。ソ連内務人民委員部によって1945年2月から運営され、3月に共産主義ポーランドの内務省保安部スルースはベスピーストソンストアに引き渡されて、3月15日から積極的な真相派だった。 ユダヤ系ポーランド人のサロモン・モレルが所長を務めた、ズゴダ強制労働収容所、ザゴダ・レイバー・キャンプでは、収容所閉鎖の1945年11月までの9ヶ月間2500人の、ドイツ人やポーランド系シレジア人反共産主義者が、死亡、飢餓と、劣悪な衛生状態から発生したチフスが主な原因である。モレルは1992年に、イスラエルに移民。 ポーランドは民族を動機とする犯罪に事項がなく、身柄送還を要求。イスラエル政府は、部分的に、反ユダヤ主義の陰謀とみなされると、虚偽告訴と拒否。モレルはイスラエルで2007年に死去した。1986年に発表された調査によると、民族ドイツ人の追放は次の通りである。追放された、民族ドイツ人の総数は1192万6000人で、ある。 1950年には人口の自然増加によって1240万人になった。共産主義化した国家のすべての市民を対象とした国有化政策に沿ってドイツやドイツ人の所有していた財産は没収され、新しい移住者に配分された。1946年の連合軍占領下のドイツ。赤がソ連、黄色がアメリカ、緑がイギリス、青がフランス。 これらの追放者を受け入れたのは、ポツダム協定に合意した三国のうちアメリカとイギリスの占領地が中心で、協定に参加していないフランスは、1948年までは占領地への組織的な受け入れを拒んでいた。また、一旦、ソ連占領地域に入った後に、アメリカ・イギリスの占領地へと移動する人や、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどの他国へ渡っていく人もいた。 ドイツ人追放は必ずしも無作為に行われたわけではなかった。チェコスロバキアではズデーテンドイツ人ズデイティンで一種のうち多くの熟練労働者が残ってチェコ人のために働かされることとなった。グルニシロンスクニーリットル SK のオポーレ地方ではドイツ人単行夫とその家族はポーランドに残ることを特別に許可された。しかし、 ドイツ語は、その後40年観光用語としての使用を禁止された。それでもこの地方の民族ドイツ人の伝統や、ドイツ語方言は人目につかずに継承され、1990年代に入って徐々に公に認識されるようになった。財産を失って追放された、多数のドイツ人の生活を再建し、新しい国に統合していくことは、戦後ドイツに課せられた大きな課題であった。 このために1949年に緊急援助法を制定し、社会的な観点から給付を与え、そのための課税を行った。それと同時に最終的な負担の平行を目指す制度の検討が進められた。こうして1952年に登場したのが負担平行法である。この法律は戦時中と戦後の追放と破壊、及び 通貨の新秩序によって生じた損害や困窮をバランスさせるために課税と資金拠出で財源を確保し、それを連邦の特別会計に入れ、ここから援助を必要とする被害者に損害の重大さに応じて給付を与えることを目指した。その後、この法律は何回も改正され、補助的な法律も制定されているが、戦争被害に関する給付と、 財源確保の基本を定めているのが、この負担平行法である。その後の東西対立により、この方式による給付は、東ドイツを逃亡してきた者にも適用されるようになった。給付については、失った財産額を確定し、その大きさに比例する形で行われている。財源として、最も重要であったのが、戦時中と戦後にわたって、 財産を維持できた者のへの課税である。爆撃によって多数の建築物が破壊されたが、破壊を免れた不動産もかなりあり、追放されてきたものと非常に対照的であった。そこで、不動産を中心とする財産を維持している者に対し、その財産の半額を徴収することが定められた。半額を30年と長期に分割すると、年納税額は、 財産額の1.67%となるので、財産を売却せず、財産所有者の収入から納付することができると考えられた。その後の物価と不動産価格の上昇により、負担は次第に軽くなっていき、1970年代に入ると財源は一般財政からの拠出が中心となっていった。1990年の東西ドイツ統一により、 東ドイツからの逃亡者が失った財産を回復できるケースが生じ、与えた給付の扱いが問題となった。そこで法律が改正され、財産を回復できた者は、当該財産に関して受け取った給付を返還すべきことが定められた。返還された金額は、特別会計に入れられ、追放後に、旧東ドイツに滞在することとなったため給付を、 受け取ることができなかった追放者のために利用される。負担平行を扱っている連邦機関は戦後の負担平行制度について当初の悲惨な状況から判断すると巨大な挑戦であったが結果的にドイツ連邦の民主主義を実証することとなりこの負担平行に関する連帯の考えはドイツ連邦共和国で平和で経済的 そして社会的に成功した発展が行われる真の基礎となったと振り返っている。中、第二次世界大戦の後、オーデルナイセゼにより、東の地域からの多くの追放ドイツ人は、西ドイツと東ドイツの両方に避難した。一部は政治活動を活発に行い、右翼組織に属した。多くは、どの政治組織にも所属しなかったが、彼らの言う、 故郷への法的権利を持ち続けた。大多数の人々はいつかこの権利を行使することを願いながら戦後を生きた。半世紀前に署名された書類で追放ドイツ人の複数の組織は現在のポーランドに定住を強いられた人々の救助を訴えている。追放者連盟は他国から今日のドイツに避難した民族ドイツ人からなる団体の一つである。自主的に ドイツに移住して故郷に戻れなくなった人々もしばしば強制的に移住させられた人々と同様に扱われる。追放者連盟会長のエーリカ・シュタインバッハのようにドイツが占領していた地域に移住したドイツ人の両親から占領中に生まれた人々も同じく追放ドイツ人とみなされる場合がある。オーデルナイス戦に設けられた新しい国境戦百九十一年以降の ポーランド共和国とドイツ連邦共和国の関係は比較的良好だが第二次大戦戦後の追放ポーランド国内のドイツ系少数民族に対する扱い歴史教科書問題ポーランド西部のドイツの文化遺産に対する扱いや旧ドイツ領土をめぐってしばしば緊張するドイツはポーランドの NATO や EU 加盟を提起した国でポーランドの EU 加盟後はポーランドに対する EU 内最大の経済援助国となっている。追放されたドイツ人の中には戦争と戦後の出来事に対するポーランドの公式見解は共産主義と民族主義が一体となった中産主義的なものでドイツ人やポーランド人格個人の苦難に焦点を当てておらずそれぞれの民族的背景のみを強調していると批判する者がいる。後者の批判については 1939年以前のポーランドやプロイセンに住んでいたドイツ系少数民族によるナチスドイツへの広範な協力や支援と戦中にはドイツ当局によってポーランド人が列島民族と分類され過酷な扱いを受けていた間ドイツ人は特権的な地位を享受していた事実を無視するものだと批判的に捉えられている。またドイツ人は皆 ヒトラーとその世界観や政策を支持したではないかという批判もある。しかし、一方、当時のドイツの有権者のうちな地頭が政権につくことを支持したのはたった32%だけだったのであり、ドレスデン空襲の犠牲者にもユダヤ人家族をかくまったドイツ人がいた。終戦時、ドイツ人もまた土地、悲惨の没収、虐殺にあっている。必つ放射は、 ドイツ政府からこれまで総計1400億マルクに相当する保証金を受け取っている。2005年11月、デア・シュピーゲル氏はアレンスバッハ研究所の世論調査を発表。これによると、ポーランド人61%はドイツ政府が戦前にドイツ領だった地域を取り戻そうとしているかあるいはその保証を求めてくるのではないかと考えており、 ポーランド人のうち41%は追放されたドイツ人の各団体の目的は失った個人財産の返還あるいはその保障にあるのではないかと危惧している。また、追放ドイツ人の子孫がポーランドとの経済力の差に常時1945年に共産主義ポーランド政府によって没収された不動産を金の力で買い戻そうとし、これによって 西ヨーロッパに比べて割安だったポーランドの不動産価格が冒頭してしまうのではないかと心配している。そのためポーランドでは現在外国人による国内不動産購入に関して制限措置を設け、この制限措置はフィンランド自治領のオーランド諸島と同様。追放されたドイツ人団体追放者連盟は迫害、併合。 住民移送などの戦後の追放の悲劇を繰り返さないことを公式な方針としている。現在もポーランド政府は没収したドイツ人個人の資産や土地の返却及び賠償において拒否を続け両国間の問題となっている。追放ドイツ人の団体は第二次世界大戦によって受けたというドイツ人の苦難を記念する反国外追放センターとセントラムゲーゲン。 バートライバーンガンを建設する計画を持っている。それに応じて、ポーランドの政治家や活動家の中には、ポーランド民族殉難センターを建設して、戦争中にナチスドイツによるポーランド人に対する組織的な抑圧を記録し、ドイツの人々に向けて、彼らの隣人に対して、ドイツの国家と体制が行った残虐行為の真実を教育すべきだと主張する者もいる。 しかし、ドイツの政治家はポーランド民族柔軟センターの建設案を非難し拒んでいる。ドイツのアンゲラ・メルケル首相を率いる政権は、反国外追放センターの建設を許可したが、ポーランドのドナルド・トゥスク首相はこれに詐意を表明した。追放されたドイツ人やその子孫が財産の返還を請求するのではないかという、 ポーランド国内で湧き上がっていた懸念に対して、ポーランド政府は、ポーランドの国家主権の及ぶ地域すなわち、ポーランド共和国の正式な領土におけるこういった、ドイツ人の財産請求権を支持する法的根拠は、全く存在しないと言明した。ポーランドとドイツは1990年11月14日に、国境線を最終確認する条約を締結している。ポーランド国内に残っている。 ドイツ系住民は2002年全ドシア国勢調査では15万2897人と判明しているが、彼らには少数民族としての一定の権利が与えられており、比例代表制の国政選挙でも最低得票率5%制限条項の対象外となる優遇措置が取られている。また、ポーランドの少数民族関連法により、オポーレ県などにある ドイツ系少数民族が居住する各軍では大二子供としてドイツ語の公用語としての使用も許されている。ドイツ人追放10周年記念切手チェコスロバキアのズデーテン地方には1937年末の時点で320万人のドイツ人が居住していたが1945年からの追放政策と自主的な退去によって95%のドイツ人が ズデーテンから姿を消し、1950年9月の段階でわずか16万人に減少していた。ズデーテンドイツ人団体はこの過程で25万人が命を落としたと主張している。チェコとドイツの関係については、1997年に交わされたチェコドイツ宣言によって事実上解決している。この宣言の原則は、両国は過去に起因する政治的、 法的問題に対する取り組みを妨げないということである。しかしズデーテンドイツ人とその子孫たちは戦後に没収された財産の返還を求めており、幾度か返還要求が何度かチェコの裁判所に提訴されている。没収された不動産にはすでに新しい住民がおり、その中にはもう50年以上もそこに暮らしている者も,もいるので所有権を 戦前の状態へ戻そうという試みは彼らに不安を与えている。この問題はチェコの政界でもしばしば取り上げられている。ポーランドと同様、チェコ共和国でも外国人の不動産購入に対しては制限措置が取られている。2005年11月にアレンスバッハ研究所が行った世論調査によると38%のチェコ人はドイツ政府が戦前に ドイツ領だった地域を取り戻そうとしているかあるいはその保障を求めてくるのではないかと考えており39%は追放されたドイツ人の各団体の目的は失った個人財産の返還あるいはその保障にあると危惧しているチェコに残っているドイツ系少数民族は法的には一定の民族的権利が与えられているが政府や自治体の手続きにおいてはドイツ語の使用は 事実上不可能である。ボヘミア地方の西部や北部にドイツ系住民が集中しているが、ドイツ語の教育制度は存在していない。チェコ当局は、その少数民族関連法で独特の障壁を設けている。法解釈上は、少数民族の人口が、その少数民族が居住する、地方自治体の全人口の10%を超える、場合にはチェコ語に加えて、 その少数民族の言語を使用した標識を立てることができるが、そのためには、その少数民族の成人人口の40%以上が、そういった標識を立てる、請願書に署名しなければならない。2001年の国勢調査によると、13の地方自治体で人口の10%以上が、ドイツ系住民となっている。追放ドイツ人の各団体代表者の多くが、 昔ドイツ語が使われていた地域全てでチェコ語とドイツ語が併記された標識を立てることはそういった地域の言語と文化の歴史的遺産を示すことになるとして指示している。2005年にはイジー・パローベク首相がハンナチス的だったズデーテンドイツ人の活動を宣伝し公式に認める議案を提出することを発表した。この動きはズデーテンドイツ人とドイツ系少数民族に 歓迎されたが、一方でこの議案は、チェコスロバキア国家のために、積極的に戦ったハンナチス活動にのみ適用され、ハンナチス活動すべてを対象としていないという批判も浴びた。また、ドイツ系少数民族は戦後酷使されたことに対する、金銭的保障を求めている。なお、ドイツ人、ハンガリー人、バイ国奴、その他戦前のチェコスロバキア国家に敵対したものの、 財産を没収することなどを規定したベネシュフ国の見直しは全く行われていない。チェコの政治家や世論の大半はベネシュフ国の一切の改定を拒否している。スロバキアの場合はチェコの場合と異なっている。スロバキアでは民族ドイツ人の数はチェコよりはるかに少なくソ連軍がスロバキアを通過して西へ進撃してくるとほとんどすべてのドイツ系住民は 当時のドイツ国内へ避難した。戦後国少数のドイツ系住民がドイツから戻って、北がチェコのドイツ人が追放された時一緒に追放された。1944年12月22日にソ連軍総司令官によるドイツ人追放命令が下ると、ハンガリーでもドイツ系少数民族への迫害が始まった。ドイツ系住民の5%となる。 約2万人は国民同盟によってハンガリーから立ちのいてオーストリアに疎開していたが、その多くが翌年の春になるとハンガリーに戻ってきた。1945年1月には3万2千人のドイツ系住民がソ連軍によって集められ、奴隷労働のためソ連国内に送られた。その多くは現地の厳しい生活条件や虐待によって命を落とした。 1945年12月29日、ハンガリー新政府は1941年の国勢調査で自らをドイツ系と申告したすべての者のや国民同盟やナチス親衛隊その他のドイツ武装組織に属していたすべての者のを追放する命令を下した。この布告によって大規模な追放が開始された。 ドイツ人を護送する最初の列車がブダイル州を出たのが1946年1月19日で、これには5788人が乗っていた。ドイツ語を話すハンガリー市民のうち18万5000人から20万人が、その権利と財産を剥奪され、西ドイツに追放された。1948年7月までにさらに5万人が東ドイツに送られた。ハンガリーから追放された、 ドイツ人の多くは、バーデン・ビュルテンベルク、バイエルン、ヘッセンに定住した。1947年と1948年には、ハンガリーとチェコスロバキアの間で、強制的な住民交換が行われ、7万4千人のハンガリー系住民がスロバキアから追放され、ほぼ同数のスロバキア系住民がハンガリーから追放された。 スロバキアから追放されたハンガリー系住民やブコビナから来た成型人はトランスダヌビア地方の旧ドイツ系居住地だった村々に落ち着いた。トルナ、バラニャ、諸文字の一部地域では旧住民と新住民が完全に入れ替わった。1949年の時点で自らをドイツ系と申告した者の,の数はたった22,455人であるが、 実際のドイツ系住民の数はもっと多かったと推測される。おそらくドイツ系村落共同体の半分が1944年から1950年にかけてのハンガリーの暗黒時代を経て生き残った。現在ドイツ系住民は少数民族としての権利、民族団体の存在、民族学校、地方議会の開催は保障されているが、 ハンガリー社会への自発的な動化現象も広く起きている。1990年の鉄のカーテン崩壊後は多くの旧住民がドイツから来て故郷を訪れている。ロシア各地に住んでいたドイツ系住民も戦後に追放された。カリーニングラード州はロシア本土との間にあるリトアニアとベラルーシによって飛び領土となっているが13世紀中期より ドイツ人の居住地域の一つだった。カリーニングラード市の以前のドイツ語名は、ケーニヒスベルクで、ドイツの歴史にとって重要な都市であった。カリーニングラード州、ポーランドの一部、リトアニアの一部を合わせると、以前はドイツの東プロイセン州の領域であり、1918年から1939年の間は、ドイツの飛び領土だった。今日のドイツでは、 多数の兵ニヒスベルク出身者がいる。戦中にソ連領内で実行されたナチスドイツの恐怖政治への復讐として、この旧東プロイセン北部地域に住んでいたドイツ人の追放がソ連当局によってしばしば暴力的に行われたが、現在のカリーニングラード州住民のロシア人は過去の歴史をより単純に受け止めている。ソ連時代、この ロシアの飛び領土は特別な許可なしに立ち入ることが禁止された軍事区域だったため、旧東プロイセン時代の村々の多くがそのまま放置されている。しかしケーニヒスベルクは1944年のイギリスによる空襲と1945年のケーニヒスベルク要塞交遺戦によって廃墟と化したため、ゲンカリー・ニングラード市の中心部は新しく建て替えられている。リトアニアで終戦まで。 ドイツ領だったのはごく狭い地域だけである。旧ドイツ領だったのは1918年以前と1939年から1945年の間に東プロイセンだった部分である。しかしあまり重要でなかったと思われがちなこの地域にはドイツの北東部の端で重要な港湾都市メーメルがあった。1919年のフランス統治下時代と同様にして 戦後この地域はリトアニアに割上された。ここのドイツ人のほとんどは、ケイニヒスベルクなどから疎開する、ドイツ人と一緒に戦後ドイツへと疎開した。残りの人々も1946年に列車に乗せられて追放された。多くの村に住んでいたリトアニア人が、ドイツ人がいなくなった、メーメルやその周辺の旧ドイツ人リトアニア人、昆虫地域に引っ越してきた。 メーメルの公式名は、クライペダに変更された。リトアニアからの引き上げドイツ人とその子孫は、旧東プロイセンの他地域出身者と共に、主に旧西ドイツに住んでいる。リトアニアに編入された地域が狭くても、重要だった名残は、ドイツ国家の元一番だった歌詞日本でアマーソビス、アンダイメーメルと表現されていた。クライペダは、メーメル川川口の都市である。 1990年代になるまで、ドイツ人追放の人道的な見地からの是非の問題はほとんど議論されなかった。ナチス体制時代の一連のプロパガンダでは、チェコスロバキアとポーランドの民族ドイツ人は迫害されていると宣伝されていた。戦後こういった地域から追放されたドイツ人は西ドイツで活発に政治活動をしたが、西ドイツ国内の政治風土は、 ナチス時代の行為に対する食材の風潮が支配していた。しかし、キリスト教民主同盟の政権は追放ドイツ人や民間人の犠牲者に対する少なからぬ支援を提供し、いわゆるオーデルナイセセンを国境として受け入れることにもう反対していた。社会民主党もオーデルナイセセセンには反対していた。追放ドイツ人の政治活動は現在でも、 活発に行われており、200万人とも言われる、教伝はドイツの大きな政治勢力となっている。1946年、ウィンストン・チャーチルはアメリカ・ミズーリ州のフルトンでアメリカ大統領ハリー・エストルーマンの立ち会いの元歴史的な演説を行った。この演説でチャーチルはアメリカにバルト海のシュチェチンからアドリア海のトリエステまで下ろされた鉄のカーテンの存在を知らせ、 ソ連に指図されたポーランドによるドイツへの不当侵入と数百万のドイツ難民や追放者の救助を強調した。しかし、ポツダム協定で決定された事項に対する責任と承認を考えるとチャーチルのこの演説は戦後の政治的アジェンダによるものだったと考えられる。アメリカ会議員のキャロル・リースは1957年5月16日に議会で ドイツ人の追放は一種のゼノサイドだと発言した。それはドイツ人の追放の真実に関する調査によって西側同盟国が結論した数百万という死者数を受けてのことと思われる。1993年11月から12月にかけて1944年から1948年における民族浄化という展示がシカゴのデポーレ大学 スチュワートセンターでアルフレッド・デ・ザヤス教授の指導の下で行われ、ドイツ人追放は忘れ去られたホロコーストだとされた。1990年代の初めになると冷戦が終結し、占領軍はドイツから撤退した。ドイツ人による戦争犯罪の影になって見捨てられていた第二次世界大戦後のドイツ人に対する待遇の問題に再度焦点が当てられるようになった。 ソ連の崩壊によって第二次世界大戦におけるロシア人による犯罪といった以前はあまり重要でないと考えられていた問題が持ち上がってきた。1989年12月28日、当時チェコスロバキアの大統領候補だったバーツラフ・ハベルは第二次世界大戦後のドイツ人追放に対しては国家として謝罪するべきだと述べた。 チェコスロバキアの政治家のほとんどはこれに反対した。またこの問題について、ズデーテンドイツ人組織の指導者たちからも何の返答もなかった。1990年3月に、ドイツ大統領のリハルト・フォンバイツ・ゼッカーがプラハを訪問した際、ハベル大統領が、ドイツ人追放を我々の父の代の誤りであり罪であると述べて、謝罪をしたのを受けて、 バイツゼッカーもチェコスロバキアに対して謝罪をした。しかしベネシフ国は撤回されなかった。1990年11月14日にポーランドとドイツの間で国境線の再確認をする条約が交わされ、オーデルナイセ線が国境として最終的に確定した。この条約では両国の互いの少数民族の諸権利を保障した。これには、 民族的背景を持つ性を名乗る権利、民族の言語を使用する権利、通う学校や教会を任意に選べる権利などが含まれる。これら諸権利は以前には公式には認められていなかった。個人は住みたい国をすでに自ら選んだことが前提となっていたからである。ソ連のロシア人とチェコスロバキアの民族主義者によるドイツ民間人の大虐殺の問題がこのところ、 浮上している。また、ナチスドイツの強制収容所が、ドイツ民間人を収容するために一時的に転用も、された。アレクサンドル・ソルジェニー・チントレフ・コペレフは、ソ連で兵役についている時東プロイセンの民間人が、ソ連軍によって、ひどい扱いを受けていたのを目撃している。コペレフは百四十五年以降の旧東プロイセンで行われた。 残虐な出来事に関して自伝三部作であるの中で述べている。1990年代に入ると、ポーランドでは歴史的な出来事を再調査する動きが起こり、1998年には国家記名員が設立されて積極的な調査活動をしている。国家記名員の役割は過去にポーランドで行われた犯罪を被害者や 加害者の民族や国籍に関係なく調査することである。ポーランドでは民族や国籍が動機となった犯罪については時効が設けられていないため、この類の事件の犯人は永久に告発されることになる。ドイツ人に対する犯罪のいくつかがすでに調査された。無実の追放ドイツ人に対する報復的犯罪の容疑者であるサロモン・モレルはイスラエルに逃亡したが、 イスラエル政府はポーランドへのモレルの身柄引き渡しを拒否し、結局2007年にモレルはイスラエルで死去した。ありがとうございます。